マニー大橋のマニーはマニアックのマニーです。今週のうんちくです。さあカーズクロスロードなんですけれども、これですね、アメリカでの公開タイトルはカーズ3なんですね。これ日本だけがまあクロスロードという題名がついてるんですけれども、これジョン・ラセターさんはですね、この日本語のタイトルが素晴らしいというふうに絶賛してるらしいんですが、実はまあディズニーピクサー社のアニメーションで日本と本国アメリカでは公開タイトルが違う作品ってあるんですね。ビッグヒーロー6という作品は実はベイマックスですしね。でアップという UP、 これカール爺さんの空飛ぶ家ですよ。でフローズンね、凍った、これはアナと雪の女王でしょう。というふうにですね、こう実は本国のタイトルと日本語公開タイトルが違う作品というのは結構あったりするんですね。まあ、その辺もですね、まあ、日本の配給会社は考えているわけですが、ちょっとこういう違いをね、元のタイトルは何だろうなんていうふうにこうチラシなんか見てみるのも映画の楽しみの一つだと思います。